台湾の国産潜水艦建造計画の一つの区切りとなるべく、やっと進水式を迎えるという情報が入ってきました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画と一番艦の進水式について見ていきましょう。台湾の支援国が、未だに不明のまま物事は進んでいますが、日本も、何らかの形で支援していると思われますが、公言はできないんですね。オーストラリアが、もろもろの事情でもたもたしている間に、台湾は、サクサクと進んで、一番艦の進水に成功しています。2020年11月、老朽化した潜水艦更新のため、台湾は国産潜水艦の建造をスタートしました。台湾メディアの報道によると、9月28日に、高雄で一番艦の進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者も出席する予定となっています。ここで、台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズバールトフィス級潜水艦をベースとして作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次世界大戦中にアメリカで建造された天地級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。どれをとっても耐用年数切れですよね。70年から40年も経っているんですから。台湾は次の潜水艦を渇望していたはずです。何度も何度も後継艦調達計画が浮上しましたが、やはりというか、中国から横やりのせいで、すべて潰されてしまったのです。2018年、この状況が変わりました。当時のアメリカのトランプ政権が、台湾への潜水艦建造に必要な技術や部品などの売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が中国に圧迫されている台湾に肩入れするのは当然です。こうしたアメリカの動きに歩調を合わせたように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。しかし、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明だったのです。名前が挙がったのは、アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペインそして日本、韓国ですが、全くわからなかったそうです。台湾に技術的支援をした国の名が公表されないのは、中国の圧力のせいとしか思えません。一番艦の進水式などの予定は前述の通りです。この艦は、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼルとリチウムイオン電池方式併用の潜水艦になるようです。ちなみに、ロイター通信が、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難があったと報じたことがあります。その例として、ドイツのある企業が紹介されましたが、その企業は、中国でビジネス展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切ったというのです。アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関しては、最も進んだ技術を持っているとされる日本でさえ、台湾への支援を躊躇したとも、ロイター通信は指摘しています。ロイター通信の取材に対し、防衛省関係者は、台湾の潜水艦建造への支援構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしたそうです。ある元海自隊員は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合、経済的影響が危惧されたため、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動がとても強力だったと説明しました。中国とは、ビジネス最優先というのが日本政府のスタンスでしょうが、中国の違法操業に苦しめられている漁業ビジネスもスルーしないでもらいたいものです。実は、潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまったので、自主開発せざるを、なかったと台湾メディアが報じていたことがあったとか。ドレコからは、対魚雷デコイを調達する予定だったそうですが、台湾が購入できたのかは不明です。アジアとヨーロッパの狭間にあるトルコはバランス外交が上手ですから、中国も台湾も顔を潰すことなく交渉できたのではないでしょうか。こと台湾となると別問題ということか、歴史的なねじれた深いつながりのせいか、自国領のつもりの台湾が
勝手に軍備を拡張することに中国はいちいち文句をつけているのが現状です。台湾の潜水艦は大きさ的には日本の渦潮型潜水艦くらいらしいのですが、近海での運用がメインになると思われる台湾としては順当なサイズでしょう。もちろん国防に関わる機密ですから、詳細な情報はほとんど出ることはありません。運用が始まったら、ざっとした概要だけでも知りたいという声も多いのです。台湾はリチウムイオン電池を自主開発したということですが、短期間で独力で完成させられるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載したとして、安定して動かせるなら、こっそり日本が開発に絡んでいたと考えられるのですが、日本政府にそんな器用な真似はできないでしょう。そうしたずる賢さがあれば、むしろ嬉しいんですけどね。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理する人もいるようです。ドイツが対中政策を考えて契約をキャンセルした企業名は不明ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジン開発企業しか協力する可能性がないと言われています。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か川崎重工業ぐらいしかないはず。となると、MTU が陰で手を引いていたのかとも思われるようです。リチウムイオンに関してなら、台湾にもそれなりの企業はあります。安全性が担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に転用しても問題はないはずです。全くの新規で政治的な縛りなしというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もありますよね。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、もしくは一般向けにライセンス提供されたものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するので、経費も安くできるはずです。それにしても、台湾の潜水艦の建造スピードは随分速いと感じます。今回は進水式ですから、偽装は、今後とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げるというのは、非常にスピーディーと思われます。一番艦の建造については、広報の確認や行員の育成などもあるので、どんな国でも、期間を1年ぐらい長めに見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまで、よくもできたなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入ノウハウを支援国からしっかりと叩き込まれたのかもしれません。最近の日本の潜水艦だと建造開始進水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、配備まで1年と考えて実質5年で戦力化というスピード調達なので、ここら辺りを意識したと考えれば台湾のスピードは納得できます。実は日本の場合、毎年必ず一隻の発注があるのです。これは世界的にもあまりないのですが、若干無理してでもこのルーティーンを維持しているからこそ、こういったスピード建造ができるのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょう。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕などいろいろありました。逆に言えば、それだけ韓国産業界が深く関与がしたということでしょうか。韓国も日本と同じように潜水艦年一艦建造をしているので、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦のデータや性能が公開されることは当分ないでしょうが、外観だけでも見たいという声が多いようです。